皆さんこんにちは、太陽です。今日はエモンダに乗ってアクロを走りたいと思います。前回エモンダ SLR 乗ったら乗り心地が正直ヒルクライムバイクしてすごい良かったので、こいつがその砂利道とかをどれくらい走れるのかをこれからちょっと友達からちょっとお借りすることができたので、これは SL なんですけど、 SL の方が乗り心地がいいので、しかもディスクブレーキついてるのでなおさら期待できるかなと思うので、これちょっとアクロに行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。では同じ道をエモンダで走ってみたいと思います。マジかよって軽い、やっぱりめっちゃ軽いわ。なんだろう、僕の520 3倍くらいじゃないかな。ちょっと行ってみます。はい。うわ軽い。軽い軽い。いやでもこれはもう想像できてるっていうか、あでもあれ意外にでもいける。いやうん、さすがにきついけど、でも思ったより来ない。ちゃんで開くんだよ。すごい。おわ。なかなか軽いね、やっぱり。これを着て。レモンだわ。前回撮った SLR に乗ったんですけど、SLR より SL の方が乗り心地いい。しかもディスクとかブレーキも効くし。サービスセンターより開館で。磯遊びをお楽しみのお客様にお願いいたします。めっちゃバイク跳ねるよ。タイヤが。僕今冷房履いてないけど結構いけるね。うん、ディスクブレーキだからって、やってやれねえことはない。やってやれないことはない。でも跳ねる。やべえ、ちょっと怖いよ。こういう道行くとやっぱ早いね。やっぱ急に水を置いた魚のことかするし、もうブレーキングはすごい。
ボーチャー。いや、意外と走れる。意外といける。いや、あのね、あのヒルクライムバイクだけど、一昔前のエンデュランスバイク並みに乗れる気がする。乗り心地やっぱりいい。ディスクブレーキがあるのもあって安心感がやっぱりある。タイヤもちょっと太めのがついてるのあると思うんだけど、それにしてもこの軽さでこの乗り心地実現してるあたりさすがエモンダだなって感じ、うん、意外といける。確かに振動は伝わってくるんだけど、ロードバイクだったらこれぐらい当たり前だって考えると、あでもヒルクライムバイクって考えたら全然いいんじゃないみたいな感じはするかも。タイムが出せるかどうかは別だけど、一応オールラウンダーってことになってる。うん、だから本当に直線のすごい速度域が高いところ以外はやっぱりエモンダでも全然いけるんだなっていうのが個人的には思ったかなって。いやありがとうございます。はい、というわけでエモンダでアクロ走ってきました。いや正直思ったよりいける。意外といける。あの確かに振動は伝わってくるしバイクも跳ねるんで、タイムを出すんだったらドマールとかの方がいいと思うんですけど、別に走れないことはないかなっていうのは個人的な感想ですね。はい、あの一昔前でエンデュランスバイク並みに乗り心地実現してるので、さすがエモンダはやっぱりオールラウンダーだなっていうのを実感しました。はい、だからあれですね、ドマールと迷ってる人は本当に自分がアクロを走るのかよく考えて、普通のジャイ道ぐらいだったら正直全然エモンダでもいけるかなっていうのが僕の正直な感想ですね。はい、だからエモンダを購入考えてる方はぜひとも一度試乗してみて、この乗り心地の良さを味わってみたらいいかなと思います。はい、というわけで以上太陽でした。それでは次回の動画もお楽しみに。じゃあねー。